皆さんこんにちは、しょうまりです。今回紹介するトミカはこちら、黒箱トミカナンバー49番イスズエルフハイルーフです。スケール81分の1で、アクションとギミックはドア回避へスーパースピードサスペンションになります。で、国産ですね、日本製になります。で、こちらは英語で書かれています。こちらも英語です。こちらも英語ですね。で、型番は T-22 になります。で、こちらが中身になります。貴重なので手袋着用での紹介になります。じゃじゃーん。おー、ではまず全体を見ていきます。結構ずっしりしてますね。あの車体が結構ずっしりしてます。結構重量感がありますね。で、しっかり加工されています。で、メイドインジャパン、日本製になります。で、イスズエルフハイルーフと書いてあって、ナンバーは49番ですね。で、スケール81分の1になります。で、トミカと書かれてますね。で、タイヤは今のトミカのタイヤとは違いますね。結構細かく作られてますね。では詳しく見ていきましょう。まずこちらには、まあ、シールなんですけども、ホットドッグと書いてあって、ホットドッグのイラストが書かれてます。で、扉の部分はオレンジになってますね。これ別パーツですね。プラスチックになってます。で、このドアですね。ドアが開閉します。よいしょ。よいしょ。こんな感じで、スライド式になってますね。で、中はこんな感じになってます。ハンドル、シート、しっかりありますね。で、シートにはしっかり模様もあります。ギアはないですね。では閉めまーす。よいしょ。これがちょっとね、硬いんですよね。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じで。はい。ちゃんと閉まりました。そして前ですね。ナンバープレートの部分にはハイルーフと書いてあります。そしてヘッドライトは4灯になってますね。まあ、昔の車とかは本当にヘッドライトは4灯でしたね。で、特にエンブレム、ロゴマークはないです。そして、ルームミラーもないですね。上にもなんか赤いものがありますね。これタイヤですかね。タイヤでいいのかな。タイヤなのかな。もしかしたら換気扇とかなんかですかね。まあ、換気扇かな。ちょっとわかんないですね。タイヤかな。ちょっとわかんないですね。で、反対側はこんな感じです。このボディカラーがいいですね。結構クリーム色の感じで。結構ボディカラー気に入りましたね。で、こちらの扉も、このようにスライドして開けることができますね。
で、こんな感じ。中はこんな感じです。まあ、できればギアもね、あった方が良かったんですけどもね。まあ、仕方ないでしょう。よいしょ。なかなか閉まらない。よいしょ。よいしょ。あれ。閉まんなくなっちゃった。よいしょ。あれ。あ、閉まった、閉まった。はい、閉まりました。そして、後ろですね。後ろはこんな感じです。で、一番驚いたのがこの後ろの部分です。もうすごく細かくて、このネジの部分までね、しっかり再現されていて、とてもいいですね。素晴らしいです。今にもここがガチャッと開きそうですけどもね。はい。残念ながら、後部ドアは開閉はしないです。で、後ろのナンバープレートの部分にもハイルーフと書いてあります。こんな感じですね。というわけで今回はクロハコトミカナンバー49番イスズエルフハイルーフの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も楽しみにしていてください。それでは失礼します。さよなら。